はい、こちら使用教会エメローゼ市礼拝堂。あら、ケビン、あなただったの。まだ到着していないと思ったから、教区長様に伝言をお願いしようと思ったのだけど。って、ルフィナ姉さんか。俺の方は昼前にはこっちに着いてしもたわ。姉さんの方はどうなんや？それが事故があったとかで列車が遅れているみたいなの。そちらに到着するのは夕方くらいになっちゃうかな。そっか、だったらそれまでここで待たせてもらうとするわ。俺だけ先に帰ったりしたらリースやチビたちもがっかりするやろし。そんなことあるわけないと思うけど。そういえばリースの機嫌を直す方法ちゃんと考えてる？任すとけって。任務で回った各地の名物をどっさり土産に買うてきたわ。これで機嫌も直してくれるやろ。うん、それはどうかしらね。あの年頃の女の子ってそう単純にはいかないわよ。うん、そういうもんか。そういや、あいつも13か。出会ったばかりの頃の姉さんと同じくらいやないか。言われてみればそうね。いけない、そろそろ列車が出るみたい。それじゃあまた後でね。なんだったら私よりも先に帰ってくれていいから。わかった、また後でな。そっか、あれから9年になるんか。そして里帰りは2年ぶり。リースのやつめっちゃ怒ってるやろうな。ケビン君。教区長さん、どないしました？そんなに慌てた顔して。それが先ほど町外れで黒ずくめの怪しげな連中を見かけた者がおるそうだ。なんでも参道に向かったとか。参道ってまさか。ああ、おそらくシオンの家だろう。何か心当たりはあるかね。いえ、少なくとも騎士団絡みはないと思います。わかりました、とりあえず確認してきますわ。ああ、よろしく頼む。そうだ、ルフィナ君はどうしたのかね。列車が遅れてるらしくて夕方くらいに到着するそうです。着いたら教区長さんから事情を説明したってください。どこぞの傭兵、いや両兵団ってやつか。気配からして数は5から10。しかしなんでまた教会の福音施設なんかに。グズグズしてたらリースやチビたちが危ない。仕方あらへん、なんとか俺一人で仕掛けるか。叩き込まれた武術と砲術、役立てる時が来たみたいやな。セレスト、それって確か。輝く輪を異空間に封印した古代人たちのリーダー的存在、そしてリベール王家の始祖と呼ばれている人物だね。どうやら私の残した情報が
それなりに役に立ったようですね。はい、いろいろと助けられましたけど。あなたがリベールの始祖様？正確には違います。私は本物のセレストの影。この影の国に干渉するために再現された人格の一部なのです。再現された人格？想像以上に複雑な事情とお見受けしました。しかしどうやらあなたは霊魂の類ではありませんね。ええ、その通りです。私のことを説明するにはまずはその前提となる部分をお話しする必要がありそうですね。この世界が何であるかについて説明させていただきましょう。本当ですか？面白くなってきたわね。ファンタズマ、それは数千年の昔、輝く輪によって構築されたより高位の次元に属する世界です。輝く輪がリベルアーク市民の膨大な願望、イメージを取り込み処理するために創造したサブシステム。多様な可能世界を実現すべく自己組織化する世界と言えるでしょう。いきなり話についていけないんですけど。そうですね、かなり語弊がありますが、よりわかりやすく表現すると、輝く輪が人々の望みを叶えるため作り上げた虚構世界といったところでしょうか。それならなんとか。虚構世界ですが、嘘の世界というにはあまりに現実感がありすぎるような気がするのですが。虚構ではあってもただの嘘ではありません。現実の世界を反映しながらも万華鏡のように変化しうる独自の法則で動く影絵の世界。そんな風に捉えると分かりやすいかもしれませんね。なるほど、まさに影の国か。そしてこの影の国は輝く輪の膨大な処理を助けるサブシステムでもありました。輪そのものではないが、それと表裏一体にある存在。私たち封印機構はその関係に目をつけたのです。封印機構、輝く輪を封印する計画を立案実行した古代人の組織ですね。その通りです。ですが当初輪を封印するという計画は実現不可能だと思われていました。空間の絶対支配を行う輪はおよそ人間のあらゆる行動に干渉することができたからです。異空間における時間凍結、そして重力結界による間接拘束、二重の封印方法を思いついても実行に移せる契機が見出せない。私たちは壁に突き当たりました。敵の急所は分かったが、そこを狙い撃つ隙がない。そんな状況だったわけですね。ええ、まさにその通りです。そしてその隙を作るために私たち封印機構が開発したのがレクルスの宝石なのです。これのことですか？ええ、
それは輪に頼らず直接影の国に干渉できる力を持っている唯一の端末です。本物のセレストはそれを通じて自らの人格の一部である私を影の国に侵入させました。そして私はこの庭園を拠点に影の国全体が機能不全に陥るよう様々な干渉を仕掛けていったのです。その結果和の処理能力は一時的に低下し計画を実行できる隙が生まれました。なるほど。今日月実を制する、武術の断りにも通じる話ですな。すごく綿密な計画だったんですね。運が良かったのもありますけど。そして輝く輪が封印された後、私はこの場所で眠りにつきました。いつか輪の封印が解けた時、後世の人々の手助けになるようにと。しかしその手助けはどうやら無用だったみたいですね。それこそ運が良かったのもあるんですけど。ですが輝く輪はどこかに消えてしまいました。残念ながらその行方に関しては今のところよく分かっていません。やはりそうでしたか。輪の存在が消えたのはここにいた私にも確認できました。これで私の役目は終わった。あとは影の国と共に緩やかな消滅に身を委ねるだけ。そんな風に思っていた時のことでした。あの影の王が現れたのは。なるほど。いよいよ核心部分ね。かの者は前触れもなく現れ庭園にいた私の力を奪いました。そして影の国を好きなように作り変えていったのです。現時点でこの世界を構成している清掃と呼ばれるいくつかの領域、あれは全てかの者が想像したものだと言えるでしょう。うん、レン君の推測通りか。しかしそうなると。そうだぜ。あの仮面どもの正体はあんたも知らないってことか。残念ながら閉じられていたこの世界にどうやって侵入したのか、どうしてあなた方を取り込んで試すようなことをするのか、そのあたりの事情は現時点では私にも分かりません。参ったわね。そこが肝心なところなのに。そうですね。一つ言えるとしたら、おそらく影の王は第七聖槽と呼ばれる領域にいるのではないかと思います。え？どうしてわかるんですか？かの者が影の国に現れた時、最初に作った領域だからです。どのような場所であるか私にも見通せない状況ですが、尋常ならざる想念がその場所から影の国全体に行き渡っている気配を感じます。そうなんだ。第七っていうことは次の次ですよね。うん、現在は第五聖槽の最終地点に到着しているからね。どうやら対決の時はそう遠くはないかもしれない。上等だ。いい感じで終わりが見えてきたようだね。あとは影の王の狙いが少しでも分かればいいんだが。それやったら俺に心当たりがありますわ。
ビンさん。ケビン神父、祝賀会の時以来かな。ねえ、まさかあなたまで取り込まれてたとは思ってもいませんでしたわ。それにジョーちゃんの方もな。そうね。でん、お兄さんには少し聞きたいことがあったんだけど、まあそれは後にしてあげるわ。すまへんな。ケビン、その、もう大丈夫なの？な、よく寝たせいか、気分爽快、絶好調って感じや。しかし、俺がくたばってた間に、随分と進展があったみたいやな。うん。はじめまして、ケビン・グラハム言います。どうやら俺らのことは、一通り知っているみたいですね。ええ、この庭園からリベルアークで起きたことは一通り把握できましたから。しかしどうやら今回の事件に関してはあなたが一番真相に近いようですね。え？ええ、多分そうやと思います。影の国というのがどういうものであるかはともかく、影の王については確かに心当たりがありましたわ。こんな真似をするやつなんて正直他には考えられへんですし。あ、それってケビンさんの知り合いなの？知り合いというか、なんというか、一つ言えるのは相当たちの悪いやつってことや。ずる賢く傲慢で、人を人とも思わないような冷血感。ま、そんなろくでなしかな。なんだか、とんでもないやつみたいだね。ズバリ聞くが、それは誰だい？それなんですけど、その答えは、もう少しだけ待っててもらえませんやろか。確信はあるんですけど、いまいち決め手に欠けましてな。多分次の第六清掃で確実なことが言えると思います。なるほど、そうきたか。どうやら深い事情がありそうだな。虫のいい頼みなのは分かってます。せやけど確信が持てたら必ずお話しすると約束しますわ。空の女神と聖杯の紋章にかけて。ま、いいんじゃねえか。そうね、そこまで言うんだったら。ケビンさんが頼み事なんてめったにないような気がしますし。ま、僕も構わないよ。私は言うまでもなくかな。僕もケビンさんの判断なら信頼できると思います。レンは面白ければどっちでもいいわ。どうやら特に反対の意見はなさそうですね。ああ、決まりのようだな。皆さん、おおきに。ここから先はまた俺がみんなを先導させてもらいます。改めてよろしく頼みますわ。うん、よろしくね。話もまとまったようですね。私の方は第七清掃についてもう少し調べてみるとしましょう。もちろん今までと同じく宝石や石碑を通じてお手伝いをさせてもらうつもりです。そういや、なんや、今までいろんなところで助けてくれたみたいですね。おおきに、ほんま助かりますわ。使徒様、本当にありがとうございます。そんなにかしこまらないでください。私は影、本物のセレストの人格の一部を再現しただけの存在にすぎません。そしてこれはかつて私に託された使命の続きでもあります。
できる限りの協力をさせてください。おおきに、よろしく頼みます。リス、いろいろと心配かけてすまへん。でもここから先はどうか俺に任せてくれ。この通り、一生のお願いや。一つ約束して。え？無茶をするなとは言わない。でも姉様を悲しませることだけは絶対にしないって。痛いところついてくるな。約束できる？ああ、約束する。女神でも聖杯でもなく、姉さんの名にかけて誓うわ。承知しました。ちょろいちょろい。行くよ。私自身も影、そしてこのファンタズマの法則の上に成り立っている存在ですから、これを超えることはして差し上げられませんが、できる限り皆さんをサポートさせていただきますね。祖さんの話を陳死木工するに、俺たちは今この体ごとどこか行為の世界に取り込まれているらしいな。うん、例えるなら旋回のようなものか。ああ、聞いたか、この世界は旋回みたいなとこらしいじゃねえか。なんだか知らねえが、ここで修行すればかなり強くなれるんじゃねえのか。ジン、後で稽古に付き合ってくれよな。俺は構わんぞ。影の国随一の守護者、そう名乗っていました。あのヨシア、私も一度だけ会ったけど。うん、分かってる。シリア、覚悟しておく必要がありそうだ。僕たちにセレストさんを解放させたのはこの世界の仕組みを理解させるためならば、今までとは違った形で僕たちの記憶や思いを利用した攻撃を仕掛けてくるはずです。影の王がリベールを再現してみせたのは初めからこのためだったのかもしれません。影の王が…あ、ケビンさん、体の方は大丈夫？無理して倒れたりしないでよ。もう平気や。すまんな、ろくに挨拶もせえへんと倒れてしもて。そうだね、あの時はみんなで呆れた。守護騎士のくせにケビンがあまりにも軟弱だから。リースさんが一番慌ててた気がするんだけど。ケビンさん、あんまり無茶しないでよ。詳しい事情はわからないけど、みんな結構心配してるんだからね。ああ、リース、どう、みんなとはうまくやっとる？うん、大丈夫。
ケビンが寝ている間に仲良くなったから。そうか。ケビンこそ約束は守って、もし破ったら1週間断食してもらう。うわ、それはきつい。皆さんにも注意を呼びかけた方が良さそうですね。わかりました。私から声をかけておきましょう。まだまだ未熟。行きます。オッケー。ケビン神父、体の方はもういいのだろうか。ね、もう問題ないですわ。えらいご心配かけてしまいまして。いや、それならいいのだが、君が倒れた現場に居合わせなかったものだから気になっていただけなんだ。うん。しかしセレスト殿も仮面の者たちが侵入した経緯を知らないのか。それではいくら我々が推測しても。いやあ、ケビン神父、君もいろいろ抱えているようだね。全て話せとは言わないが、僕らも巻き込まれている以上、後で事情を聞かせてもらうよ。ええ、必ずお話ししますさかい。申し訳ないけど、もう少しお待ちください。君も職業柄全てを話すわけにはいかないだろうが、僕らも巻き込まれている以上、後で事情を聞かせてもらうよ。あの女性の霊がリベール王家の子孫セレスト様であったとは。これは心強い。あの方のお力を借りれば、影の王にも対抗できるかもしれないな。まだ状況を楽観視することはできないだろうが、あの方のお力を借りれば。あの宝石、そのようないわくつきのものであったが、これでなぜ俺たちがファンタズマに取り込まれてしまったかは説明がつくな。だがそれを実行したのは影の王のようだ。早く引きずり出してやりたいものだが。え、レンちゃん、ランドマーの限定品のぬいぐるみ持ってるの？それ私も欲しかったんだ。アネラスさん、ある意味一番同時変異人かもしれん。私も狙ってたんだけどな。あの日は急にお仕事が入って買いに行けなかったんだよね。それでね、その子に名前をつけたんだけど。でも前に猫を飼ってたことがあるわよ。博士はスティールクーガーって呼んでたけど。それは違うよ、レンちゃん。それでね、その子博士ここにはあらゆる本が揃っているみたいですね。ただ一律に並んでいるわけではないみたいです。ここにも何かルールがあるのかもしれません。なんだかわかんない世界だよね。あの女の人の話は本当なんだろうけどさ。うん、いや、姫様の手伝いでもしてよっと。あの始祖さんの話は分からなくもなかったけど、じゃあどうしてここには本があるのかしらね。しかもこんなにたくさん。分かんないわ。あ、変な本発見。え、なんですの？ギルバート・スタイン著、肉体改造論。
当に理解に苦しむ本棚ね。あの兄さんもいろいろとあったんやね。おっと、こいつが第六清掃への転移人やね。よし、早速中に入ってみようか。ケビン。そない心配そうな顔すんなや。時が惜しい。とりあえず先に進もう。うん。